GTA の女性キャラ大体ネカマ。はい、こんにちは、こんばんは、パパトレです。今回はこのね、ランボルギーニレンタルしてきたんですけど、これをね使ってねナンパしていきたいと思いますね。で、まずはね普通に車見せないでナンパしてみて、それで断られた後この車乗ったらどんな反応するか、女釣れるのかどうかを検証してみたいと思います。で、撮影してくれるのはアナゴさんですね。今回はその信号の反対側から撮影してもらって、音声の方はワイヤレスで飛ぶようにしてますね。これ買いましたね。じゃあ早速ね、やって待ってみましょうね。ビジョンを探して10分後、いたあれいいんじゃない、結構、派手なお姉ちゃんいますね。結構釣れそう、とりあえずやってみましょう。あ、すいません、お姉さん、渋谷駅ってどこですかね。よかったらね、この後時間どうですか、食事とか。あ、今日彼氏とデートの予定があるんで、今日ちょっとごめんなさい、無理なんですよ。あ、連絡先とかも全然ダメですかね。あ、無理ですね。あ、はい、わかりました。すいません。ありがとうございます。いやー、マジで、ほんと。これもう、ほんと、パパテラって言えば多分ね、いけたと思うんだけど、マジ緊張するわ、ナンプロ。マジで無理だわ。いやいや、パパテラって言ったらもっと無理だ、いいよ。どう？女の子見てない？え、こっち向かってきてない？マジで？マジで？どうする？マジで？いいの？これ。それ、あなたの車ですか？あ、そうっすね。これは自分の車ですね。え、予定なくなっちゃったんですか、彼氏どうしたんですか。え、ドタキャン、マジですか。え、乗ってください、乗ってください。この後どうします、ご飯行きます。あ、もうお兄さんに任せます。え、何食べたいですか。男とか食いたいですか、ガンガン系ですか。お願いします。結局王将の餃子行って女の子連れ帰ったみたいだな。待てよ、本当に連れ帰ってしまったんじゃないか。最高じゃないか、このシャワーのシーンは。たまんねえ。なあなあ、かわいこちゃん。女に恥をかかせるのかい？女に恥をかかせないで！ピーッタラッタッタッタ